西河州、西河州は中世の日本に存在した鉄砲傭兵、地侍集団の一つである。また、資料に見られる総国と同じと考えられているため、紀州総国もしくは、西河総国とも呼ばれている。西河州は、紀の国北西部、現在の和歌山市及び海岸市の一部の西河総、十賀、里、中郷、中川郷、南郷、三上郷。 宮里、釈迦教の五つの地域、五組、五絡みなどというの侍たちで構成されていた。高い軍事力を持った傭兵集団としても活躍し、鉄砲伝来以降は数千丁もの鉄砲で武装した。また海運や貿易も営んでいた。西賀と読むのは孤独である。西賀州を構成した主な一族としては、西雅層の土橋氏、十が里、 玄和か山市西北部、木の川川口付近北岸の最下島鈴木市などが知られている。西河州は15世紀頃に歴史に現れ、応仁の乱の後、木の国と河地国の守護大名である畠山市の、要請に応じ近畿地方の各地を転戦、次第に傭兵的な集団として成長していった。木の川川口付近を抑えることから、海運や貿易にも携わっていたと考えられ、 水軍も要していたようである。種ヶ島に鉄砲の製造法が伝来すると、根ゴ州に続いて、西河州も、いち早く鉄砲を取り入り、優れた伊手を養成するとともに鉄砲を、有効的に用いた戦術を考案して優れた軍事集団へと成長する。西河州という言葉の資料上の書室は、本願寺の連与の子である、実中の、 私神紀千五百三十五年六月十七日城であり、最下週三百人形が大阪本山に来園したとある。そしてこの翌年二月には少女からこの時の活躍について感謝状、本願寺文書が出されている。千五百七十年、元気元年に織田信長と三好三人衆の間で野田城、福島城の戦いが起こると鈴木孫一、 西賀孫一らを指導者とする西賀州は傭兵部隊として三好三人衆軍に着いた。一方、足利義明の要請に応じた畠山明隆が西賀州、根頃州らを援軍として送り出し、織田信長軍に着いた。その後大規模な銃撃戦、工場戦が繰り広げられたが、西賀州同士が戦った可能性を示唆している研究者もいる。この傾向は、 石山本願寺が野田城、福島城の戦いに参戦した後も変化がなかった。むしろ、1573年、元気四年、天正元年に、三好長春が、重臣の篠原長房を討った上桜城の戦いでは、三好長春は、日蓮宗を保護して、浄土新宗を弾圧し、篠原長房は、三好三人宗や石山本願寺ともに、 阪神派でしかも妻が本願寺の一族出身であったにもかかわらず、蔡賀州は三好軍に参加して、篠原氏を滅ぼし、石山本願寺に打撃を与えている。ただし、蔡賀の新州門徒の主張によって、長房の妻とその所詮の男子は殺されずに門徒に引き渡された。だが、この年に、織田信長が、足利義明を京都から追放されて、キーの由良軍にある。 広告時に入り、同じ年に、畠山秋隆が、重心の湯座神境に殺害されると、多くの西賀州は、石山本願寺につき、織田信長軍と戦った。しばしば鉄砲を活用したとされる、織田軍も、西賀州の鉄砲の技術と量には苦戦し、一度は、信長自身も負傷する敗戦を起死したことがあった、石山合戦。信長は、本願寺を倒すために、まず、 最下州を抑えることを考え、中郷、中川郷、南郷、三上郷、宮里、釈迦郷の彩花州及び根頃州、杉棒をあらかじめ味方につけた上で、1577年、天正五年に、信長自身率いる大軍をもって、泉国から紀伊に進攻し、最下層、十ヶ里の最下州と交戦した、第一次奇襲征伐。田軍は、中の城を落すも、 不慣れな地形に苦戦したが、最終的には、最下層、十河里の最下州を率いる鈴木ま五一、土橋森茂らに生死を提出させ、復属を誓わせた。しかし、この戦いで、織田軍は大きな損害を出し、復属させたはずの西賀州もすぐに自由な活動を再開して、本願寺に加担し、 孫一は信長に協力した、宮里の西賀州や根郎州が守る大田城を攻めたが、最終的には和睦を結んだ。だが、南郷では信長に協力した西賀州は排除されたと見られ、鈴木孫一、土橋森重の力が帰って強まった。1580年、天正8年に、門主兼与が石山本願寺から退去して、石山戦争が終結すると、 西河州の門徒たちは、西河の詐欺森、現在の詐欺森別院に、権領を迎え入れた。しかしこれ以降、織田信長に進んで、従おうとする派と、藩織田を貫こうとする派が対立し、西河州の内部は分裂することとなった。五百八十二年、天正十年には、親織田派の鈴木孫一が、反対派の土橋清須が、同年の本能寺の変によって信長が応死すると、孫一は、 織田新張りのもとに逃亡し、土橋主派が主導権を握る。なお、毛利法が本能寺の返邦を入手したのは、橋場秀吉撤退の日の翌日で、蔡が州からの情報であったことが、吉川博家への覚え書き、安分から確認することができる。以後は、もっぱら中央州喧嘩を進めて、土豪の在地支配を解体しようとする、橋場秀吉の動きに、 西賀州は一貫して反発し続け、根頃州と組んで、小牧、長久手の戦いでは、大阪周辺にまで出兵して、終わりに出した、秀吉の背後を脅かした。1585年、天正13年、徳川家康と和解した秀吉が秋に攻め入ってくると、戦国堀城の戦い、第二次奇襲性伐、西賀に対して攻撃が加えられ、西賀州は抵抗したが壊滅した。 かつての西河州は、滅びた、土豪勢力として機能したり、各地に散らばって、鉄砲の技術を持って大名に仕え、集団としては、歴史から消滅した。西河州は、鈴木重秀や土橋森重をはじめ、石山御坊などに牢城しているところから、浄土新州門徒と考えられてきた。だが、西河地域には、浄土州西山派の本山とされる総持寺があり、 しかも、宗治寺の近くにある道州の安楽寺が、土橋市の菩提寺であったことが判明してきた。竹内義信の研究によれば、戦国時代の最下周辺は、浄土新州と浄土州の勢力が拮抗し、さらに新言州も入り込んでいたとする。鈴木氏は、上皇寺末の一道城の代表神徒に過ぎなかったが、早くから本願寺を支援し、また有力な寺侍ということで、本願寺からは、 最下の一向宗の指導者である年寄衆と同格に扱われていた。また、浄土宗の中でも西山派の中には、阿波の土橋氏のように、半信長の立場から西山戦争に協力的な者も,もいたが、加田の西山氏のようにこれに加わらない者も,もおり、一方で鎮勢派の人々は非協力的であった。竹内は、組から、総称、総合総尊単位で一機を結んだ。 遅延集団である、西賀州、西賀一期と、詐欺森五房を中心に道場を単位として、本末関係を介して、総尊間に横のつながりを有した、新州信者集団で、あ、西賀門と西賀一向集は別の集団であり、西賀州の中に多数の西賀門とを抱えてはいたものの、必ずしも多数派ではなかったとする。石山本願寺にとっては、 不利な篠原長房の滅亡に、西和州が関わっていることや、石山戦争初期に、将軍や死後の意向を受けて信長参加で戦ったのも、西和州が一向一揆的な集団ではなく、西下地域一体における、総国一揆としての性格を有していたことに、由来している。ところが信長と協力関係にあった守護、河内畑参家の没落によって、本願寺を救援したい。 最下門徒と足利義明の京都復帰を支持する非新州門徒の思惑の一致の中で最下州の本願寺支援が本格化していい最下層、十が佐藤中心に鈴木氏ら新州門徒に戸橋氏ら非門徒を巻き込んだ反信長連合という形で最下一向一揆と呼ぶべき新たな一揆が形成された一揆内一揆の発生一方で 依然としてこの動きに反対する者もおり、総国一期としての西賀州としての団結に、揺らぎが生じていくことになる。第一次紀伊性抜は、実際には、織田軍と西賀一行一期の戦いであり、西賀州でも彼らと距離を置いていた、中号、中川号、南号、三上号、宮里、釈迦京が、織田方に就いたのは当然の流れであった。だが、その後の鈴木孫一、 ドバシ森重やミ里のモントラによる一向一揆の反撃で南号は陥落し、西河州の実験は鈴木、ドバシら一向一揆の指導者に握られる。だが、西河州の一揆が持つ統制機能が失われ、石山戦争終結後の対応多政策において、本願寺の意向に従って和解を図るモン系の鈴木氏と足利義明を支持して、 抵抗を続けようとするヒモント系の土橋の対立が深まると、一向一揆の分裂を招き、西賀州は解体に向かうことになった。竹内は、西賀一揆は信長側で出陣したことはあっても、組織全体として本願寺のために参戦した事実は一切確認できないと結論づけている。西賀州に対して、同じ木の国の根頃州は根頃寺を中心とした。 新義新言宗の僧ドらの集団を指している。戦国時代には、一説によると寺量が五十万国とも七十万国とも言われている。根ゴ寺の僧は、教学や儀式を司る、学旅と同等の管理や寺の防衛を司る、公人と分けられ、根ゴ宗の大半は、公人で占められている。公人とは、僧兵のことで、根ゴ宗は、僧兵集団と解釈される場合もある。 一方、西賀州には、皇人や総兵と言われる者たちはいなかったと思われている。現在の和歌山市の全域と海南市の一部に、たくさんいた土豪の集まりで、地域と密着した集団が西賀州と思われている。似通っている点としては、優秀な鉄砲集団、傭兵集団で、地域も、近く人的な交流も盛んであったと思われる。西賀州の覚悟、西賀宗。 十河、里、中郷、茶河郷、三上郷の家からは、根頃寺に立中を建て、指定を入れていた。特に有名な家として、十河里の土橋氏は、泉氏希望、中郷の岩橋氏は、伊徳院等がある。天文十二年、1543年8月の、鉄砲伝来後、根頃寺の僧、津田三頂らが鉄砲を機内に持ち帰っており、根頃州経由で、 最は州に持ち込まれた可能性が考えられている。ネゴロ州の佐竹伊が守るが、天文18年1549年に鉄砲を習い始めるという記述が見受けられるので、おそらくこの以前にはネゴロ州に伝来していたと思われている。ネゴロ州には一定量の鉄砲があったと思われているが、これらの鉄砲をどのようにして用意できたのか。 現在に至るも明確には分かっていない。説としては、堺より外国から移入した地元で作られた当時は鉄砲作成技術はなく他の地域より職人を招いたなどが言われているが、いずれも推測の域を出ない。仮に鉄砲を自前で作成していたとしても、最下には鉄砲の材料となる鉄、真鍮。 国色火薬の材料となる小石が生産されておらず、入手経路などを示す資料は分かっていない。ただし、小石は、彩貨に限らず、日本国内では、天然では産出せず、外国からの輸入に依存していたものであり、海運を営んでいたサイガはむしろ入手が容易な立場にある。サイガ州は、彩貨層、十貨、里、中郷、中川郷、南郷、三上郷、 宮里、釈迦教の五つの地域から成り立っている。西が州の運営については、先に挙げた五つの地域から出される代表者がいったと考えられている。また、各地域の代表者は、輪番制とされていたとも考えられている。その地域の代表者がわかる資料の一つに、A65 年、1562年7月吉日府、湯川直春希小文がある。文読。 慶長の役の際、加藤清正の敗下として、朝鮮に渡ったものの、朝鮮軍に投降して、日本軍と戦ったとされる、さやか、朝鮮名を、金忠義、金ンソン、ハングル表記、と呼ばれる人物が、最後は州の人物であるという説がある。小説などではよく取り上げられる説であるが、根拠としては、最下がなまって、朝鮮読みの、さやかとあったという説や、 西河州は文禄、継長の役の戦列に加わっており、重宝技術を精通している集団に属し、秀吉方に範囲がある和人であることから、この説が浮上したとみられる。他にも、日本の史料に、鈴木義行という人物が西河州に存在していた記録が残されており、義行が、さやかだと仮定すると、金忠義の名は、義行から取った可能性も示唆されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。